張り込んでいくところでしたがファールです。8回のそのあたりをどう勝ち取るかですから、チームによってはそのセットアッパーのポジションというです、誘っていきますが、ここはサンタナもバットを止めています。最後は外側バットが回りました。空振りの三振でワンアウト。6番レッド青木、変わり花という東、長く取ってから行きます。打ち取った当たりファーストゴロ、セカンドに送って一塁転送はアウトにしました。内野もここはいい流れを作りました。東もガッツポーズ。ランナー一塁からの投球でしたが、しっかりとここはゼロで抑えて東が帰ってきます。スワローズをこの回0点に抑えました。まあ本当にね、ノーアウトからランナーを出して、まあ、ちょっとこう嫌な流れかなっていうところでしたけど、東がしっかり抑えましたから、はい、まあ本当にこうね、まあ、かなりこう緊迫した場面で登板っていうのがここは増えてきてますから、うん、まあ、こういった1試合1試合の積み重ねが大事になってきますから、まあ本人的にもやっぱこういうのを抑えることで自信になってきますし、ただこのベンチ